ハノイリビングの田口です今ね、私がいますのは、えー、これはチュックバック、チュックバック湖ですねのほとりにありますスカイラインタワースカイラインタワーに来てます。はい 21階建ての、ねまあ、昔からあるサービスアパートなんですよね、でこの辺りはね、なんでしょう、もう西洋人の方々がいっぱいいるんですよね、なんというかね、ベトナムの下町っぽいところの要素もあれば、そういうものにこう吸,い吸い寄せられて、西洋人の方々もいっぱい来るみたいな、そんなとこなんですよね。はい、でこのススカイライランいいいうサーービスアパートも西洋人いっぱい住んでます はい、日本人も5、6人ぐらい単身の方が住んでらっしゃるみたいですね、今日2024年7月の末時点ではそういう感じですね、はい、で今日は、ね、ここの2ベッドルーム、88平米の2ベッドルームが開いてきたので、それを、ね、皆様に、部屋は、ね、カメラを入れてご紹介しますね、はい、じゃあちょっと行ってきましょうか、エントランスだけちょっと映してね、エントランスも綺麗にになってて、こんな感じのエントランスになってます。 はい、じゃあエレベーターに上っていきますね。はい、じゃあこれから部屋ですね、取っていきましょう。21階建ての、えー、ここは17階ですね。17階、1705、お尻が05のお部屋。これが今開いてます。はい、今からご紹介しますね。はい、まず玄関扉を閉めます。はい、入り口入りましてね、ドーンとリビング、ダイニング、キッチンが横にこう広がってるんですよね。この感じです。 はい、で入り口がこうなってましてね入り口の際にこうウォークインのこういうクローゼットがあるんですよね、はいまあ、クローゼットがありますこれ洗濯機がここにあったのかなと思うんですけどこの前に、はい、ここがバスルームですねここに洗濯機と乾燥機を持ってきてるんですよね私の記憶ではさっきそこのウォークインのクローゼット中にあったと思うんですけどここに持ってきてますね で、えー、っとバ,スバスタブですねと便器がありますと、はいまあ、確かにねあの古さはどうしてもよく見れば古さは否めません、はいなめないんですけども、まあ、あのチェックアウトが出るたびに各部屋ごとにリノベートをかけていってると。 私もねここに来たのはねもう何年前かな45年ぐらい前に一回ご案内したきりでそれまでは結構な頻度ででここ案内していたんですよねちょっとねあのここをご案内する機会が減ってね、はい、あのハノイクラブとかあとパンパシフィックとかねこの近くにあるんですけどその辺をこうやっぱり中心にご案内していたんですよね。 うんですけど、まあ、ここもねやっぱり最近ちょっとお客様がいらっしゃってで広い部屋で、はい、あのちょっと安めにねやっぱり部屋を抑えたいんですっていうお客様が来た時にやっぱここなんですよね、はい、ちょっと部屋の形を見ていきますねこれがまあメインのベッドルームですね、はい、こうなっててここに、えーっとまあえー、バルコニーが小さなバルコニーがつきます。 はい、窓があって、まあ、明るいですよね、はい、ベッドなんかも新しく変えてますこれねでクローゼットなんかも綺麗にやりかえてますね、はい、でメインベッドルームに通じるこれバスルームですね、はい、ここは、まあえっと、グラスシャワーだけですね、うん、なっててで向こうにもう1つ、はいえー、っとベッドルームがこう来ます、はい、2ベッドルームですね88平米の2ベッドルームです88の2ベッドルーム はいまあ、全部の部屋に、ね、こうやって窓が、ね、つくんですよね,ね、これ全部向きは南ですよ、南側、すカかーッと抜けてますよね、はい、この向き、南ということはちょうど旧市街の方に向いてるんですよね、あのまあ、こんもりと生い茂ってる森林、あの辺がもう旧市街なんですよね、旧市街に近いっていうのがね、もうなんというかな、このハノイで一番楽しいところが旧市街ですよね、オールドクォーター。 はい、時間があった,れ、えー、あったらね本当にずっと入り浸っておきたいなっていうぐらい、はい、旧市街っていうのは魅力的なんですよね、まあ、弊社が禁満にありますもんですからなかなかねここまでちょっと遊びに来ようかなっていう気にはちょっとならなくてねちょっとあ少し離れてるんで、はいまあ、でもねこ,のここに住む一つのメリットは旧市街を何、まあ、て言うかなお膝元のようにして庭のようにしてあの結構行き来できるっていうのが一つの はい、メリットかもしれませんね。はい、ちょっとあの細か,細かく見ていきましょうかね。はい、入口入りますね。これちょっと最初はこうタイルのえー、っとグラウンド地べたがあって、ここからはまフローリングのはいあのまあ、床ですよね。なってると、うん。で、月足箱がこうありましてね。うん。まあ、ちょっとこう年代ものですけども、はい、ちゃんと綺麗に修理をしながらこう やってくれてるとでここはも、えーえー、ともとはウォッシングマシンがありましたけど、まあえー、取った分だけここはね何でも掘り込んでいただけるようなウォークインのクローゼットになってます。うん、でまあまあちょっと順番にいくのもな、まあ、これがね新しいねエレクトラックスの乾燥機と洗濯機ですよねもう新調してますよね。 どん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 と機材がやっぱり古くなってくる分新しくね、えー、切り替えていっていますよねはいでまあただまあこうバスタブあるんですけどもお湯タンクが50リットルですねなのでまあ肩までなみはちょっと難しいかなと、はい、一回熱いねお湯を入れてねちょっとしばらくたって切ってでまた50リットルのお湯がお湯復活するのが30分ぐらいかかるので30分だってもう一回入れたらちょうど あのまあ、疲れるかなと2段に分けなきゃいけないんですけどもね50リットルの場合は、はいまあ、でもそうやればあの疲れると思います、うん、でここがまあソファーがきてソファーも綺麗にね慎重してますよね、はい、ずっと長く住んでた方がチェックアウトしてリノベートをしてる感じですよね、はい、これがシャープかなシャープの、はい、テレビを入れてますよね、うん、でソファーが来てこの感じです はい、21階のここ17階なんでほぼほぼ上層階なんですよね、はいまあ、下の方に行けば安くなるんですけども、はいまあ、ここの部屋でも、ね、2000ドルは大きく下回ります、まあ、あの家賃に関しては概要欄を見てください、はい、88平米ですから金馬、うん、のメトロポリスがまあ80平米ちょっとぐらいかな2ベッドルーム で大体ねあの税金管理費とサービスもろもろ入れたら2,000ドルにも近づいてきて最近は2,000ドルちょっと超えてしまうような部屋も出てきてますがここはいやいやそんな金額じゃなくてもう1,6001,700ドルぐらい、えー、2024年の7月のこの末の時点でですよ、はい、それぐらいですねまあ,、まあ、あの金額によっては時期によっては、はい、変わってくるんでそこはまあ,あの 日々変わるもんですからね状況に応じて変わるのでそこはまあちょっとあのまあ,、まあ、あの見てやってくださいはい蜜口の IH のクッキングヒーターが来てビルトインのオーブンがきっちりきますね綺麗ですねちゃんとやりかえてますね表面にちょっと汚れてるからあれと思うんですけど中はめちゃくちゃ綺麗ですはいちゃんと清掃が行き届いてる、はい、エレクトラックスの電子レンジもちゃんとついてます、はい でこちらもエレクトラックスの冷蔵庫ですね。はいまあ、古いとはいえ、本当に綺麗です。匂いも何にもしません,、うん。何もしない。綺麗ですね。冷蔵庫、こっちら冷凍庫ですね、はい。結構冷えてます、うん。こんな感じ。L 字型のキッチンですよね。はい、もちろんサービスアパートですから、2、うん、口のキッチンシンクで。お皿とかまな板とか包丁とか、全部そんなものはつきます。はい、ちょっとま,ああのまだ、ね、完全にセットアップはできてないのかもしれません。 はい、ですけど、ちゃんとね、はいえーととと、どうやって開けるんだろう、お開かないな、あこうか、まあ、いろいろこういう形で、はい、やってて、キッチンシンクの下もねお、キッチンシンクの下、こんななってるのか、おお、台がある、台があるんですね、はいはい、うん、お箸とかね、えー、包丁とか、うん、まあ、そのあたりがこれか、まああの、ちゃんとねあの、やってくれてるんで、で見ての通りに、ここにね、えー、どこだ、あそうそう。 このバスタブにこういう、ね、歯ブラシとかヒゲ剃りとかありますよねだからまあ短期で、ね、ポーンと1泊とか2泊とかっていうお客さんも来るんですよ今はどこのサービスアパートも短期を受け入れてますので a i r BNB かなんかで登録してねバン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 とこう来ますコロナを経てやっぱりね短期でもこう遊ばせてるわけにいかないんでどんどん回していこうっていうそういう考え方になって今はねどこのサービスアパートも短期も受け入れていますここもおっしゃるですね はい、なんでまあ常にね。いつ飛び込んできてもいいように。う完全にまあ準備を整えているというような感じですよね。はい、バルコニーがつかないんですよね。バルコニーはつきませんけどもまあ、この足元から天井のはい高い。このサッシがあって真下を見るとちょっと怖いですけどもね。はい、もうあの旧市街に向かう道がぶわっと続いてて、向こうの方にかすかに見えるのが。 えっと、ソンホン川ですかね。ええー。本川が見えてますよね。あの川の向こうがもうロンビエンになって。ちょうどここからね、通勤するんであれば、バクニンとか行くのにちょうどいいんですよね。はい、ロンロンビエン橋だったかな。えー、橋があって、ロンビエン橋を越えて、まっすぐ行ったら、もうそこは。もうバクニンなんですよね。バクニンの工業団地に通うっていう方だったら、ここ起点に行けば。橋越えて、すぐそこが橋ですから。 はい、あのそんなに混まないですよね、まあ、橋越えるときは混むかもしれませんけど、帰ってきたら、橋越えたらもうすぐ、すぐ家が、えー、ここがね、もう出てくると、はい、スカイラインが見えてくるという、そういう感じになります。はい、ここがサブのバスルームですね、お手洗い、ツーベッドルーム、ツーバスルーム、ツートイレットになってます。うん ベッドもねこんな感じで、はい、あの結構そんなに柔らかすぎもなく硬すぎもなく、はい、あの過ごしやすいっていうかね気持ちのいいマットレスがあって、うん、で両サイドはキャビネットと読書塔があってここに室務机がありますと、はい、電源もここにありますよね、うん、で小さなバルコニーがついてあのピアノ線があるんで何かここで干しても別に風吹いても持っていかれないという感じですかね 窓もついてますね。全然、ムむ分に関しては、はい、あ何も困らないんだろうなぁとであのクローゼットもこういうふうにあって2つあるんでね、うん、チェストのようなこういう、ね、引き出しもあるし洋服ダンスですね洋風ダンスこれが2つありますよね。ここにももう1つここににもももうつ。あります。 セーフティーボックスなんかもちゃんとついてて、これがもう一つのベッドルームにもありますよね、ここですね。うん、これがサブのベッドルームここにもあります。だからまあ洋服ダンスが2つあって、で、もう一つこういうね、あのまああのなんていうかあの懐の深いというか奥行きのある棚もちゃんとついてると。この辺をうまく利用していただいて、まあスーツケースここに掘り込むこともできるかな。 高さは調整できないですかね、固定ですね。はい、ここもベッドがあり、これはちょっと狭めのセミダブルかな。うん、で、両サイドはキャビネット、読書等がありますね、うん。エアコンはこのビルトインのエアコンです。はい、エアコンがなかなか年代もんなんですよ、これね。はい、こことで各部屋に、はい、エアコンのリモコン、あこれか。 はいこの感じですねちょっとねこの使い方がよく温度調整とファンの強さ冷房暖房の切り替えですだからまあちょっとねタイマー設定で何時間後に切れるっていうことはできないですかねそれはできませんね、うん、まあ、そこの辺はちょっと古いのでそこまではできないんですけどまあ家賃がとても安いっていうことですねはい家賃は概要欄を見てください、うん、まあ場所がねこうなと言ったらいいんでしょうかねもう本当来たばっかりの ハノイに来たばっかりの方が、まあ、いきなりここっていうとどうなんだろうなあの日本人の方も、ね、何人かお住まいになってらっしゃると思うんですそんな多くはないと思うんですよね。 うん、でまあ日本人が多いのはやっぱり金馬エリアですかね私たちが会社がある金馬エリアとかあの辺はもう初心者マークの初めて東南アジア来ましたみたいな初めて家族で来ても右も左もようわからんみたいな方は、まあ、金馬辺りにまずは飛び込んでいただければ。 まあ、通勤がねどういう形で通勤になるかによって、まあ、場所がねえ決まるんですけど、まあ、今現在住んでらっしゃる同僚の方々がね先行赴任してる方々がどの辺に住んでるか、はい、フレーザースイートとかサマセットとかああいう太古の東岸エリアにいるんだったら、まあ、あの一緒のところのエリアに住んで,で車で一緒にねピックアップで同じ車でドーンと工業団地まで一気に行って。 一気に帰ってきてっていうそういう,うが、あのピックアップルートがね、えー、長く伸びないので、はい、あの皆様にも迷惑はかけないと思うんですがただまあそ,のそういうところにいらっしゃるわけではなくどうですかねあの特にあの金馬にも同僚はいるんですが金馬は日本人が多すぎてちょっと嫌だなとかねでこっち側はまあ例えば 幕尼の,の方に行くんだったらもう金馬からだったらちょっと遠いのでここからだったら近いんですよね橋越えてすぐっていうかすぐに橋があの川を越える橋がねこう、はいうのが結構時間かかるんですけど混むので、はい、それはもうすぐ目の前に近くに論笔縁橋があるからこっちの方が通勤楽だからこっちがいいと。 で、えー、車も2系とあるんで、金満あたりから住んでる方は1系とでこの辺からまあ行き来する人はもう一つあるよ。って言うんだったら、ここからでもオッケーですよね。まあ、その上は好みというか、えー、何が優先順位を高く決めるかっていうことによって住まいっていうのは変わるんですよね。だいたい往々にして、皆さんやっぱり先行赴任されている方の近くに住むので、まずはその皆さんどこに住んでらっしゃるのか？っていうのを。 まあ、この弊社にお問い合わせいただく前にちょっと、ね、聞いてみてね、はい、で車の取り合わせはどうなんでしょうかと一人一台あてがいますよっていう、まあ、すごく贅沢な会社さんなんであれば別にどこに住んでも車はあの朝迎えに来てくれるわけですから、まあ、ある程度自由に決めることができるんですよね。そのののピピッッッッククアアププルートとというのとピックアップの車 のそのピックアップルートの,あのどこを通っていくのかっていうそのルート上に住んどかなきゃいけない場合はあるのでまずそこを確認してくださいと。関係がなければこういうスカイラインとかこの周りあんまりね日本の方がお住まいになってるっていう。 アパートはちょっと少ないんですよねパンパシフィックとかあるかもしれませんね。でハノイクラブなんかは近くにあるんであの辺にいっぱい単身の方がお住まいになってます日本人のね。あの辺の方にあそこにまあ上司もしくは同僚の方がいてて、まあ、ハノイクラブでもいいんですけどもちょっと距離を置いてとかね、うん、いうような、まあ、ピックアップだってそんなに遠くはないんでおそらくピックアップルートの上にあると思うんですよね。ここを起点にして でハノイクラブにお住まいの同僚さん上司の方を迎えてピックアップしてタンロン橋を越えるみたいなそういうふうな通勤になるのかもしれませんね。はいまあ、いろんな、まあ、あの形があるんですけどで、まあ、ある程度ベトナムは、まあ、昔出張ベースで何米も来たことがあって。 昔実は3年ぐらい住んでたんです出張っていうかその赴任してましたみたいな方は大体分かっているのでであればもういきなり最初からこのスカイラインに入るっていうね手もありますよね。はい、予算なるべくもうちょっと単身の予算を下げたいんですと2,000ドルじゃなくて1,500とかそれぐらいに抑えてあのやりたいんですねっていうふうな企業さんだったらちょうどここなんですよね。うん 家賃等は、ね、概要欄に置いておきますで、この家賃に含まれてますのはもちろん税金、レッドインブルスはちゃんと発行しますよ。はい、ベトナムの法人名義での契約、賃貸契約はできます。はい、確定申告に使う、はい、経費で、えー、と家賃を落とすためのレッドインブルスはちゃんと発行しますで。管理費も入ってます。ハウスキーピングのサービスは週6日。 日曜日パブリックホリデーを除く6日毎日入りますで掃除をしてくれますはい洗濯サービスはつかないんですよね実はね洗濯サービスとかはもうご自身で部屋の洗濯機を使ってやってくださいと、はい、どうしてもねハウスキーパーさんにやってほしいんだっていう方は 若干プラスになるかもしれませんね洗濯をするための手間,手間賃というのがいくらか,かかるかもしれませんけど、まあ、でも元々ここ安いのでそれでもまあいいですよという方は言ってください交渉します、はい、あとはねリネン交換ですねベッドシーツ枕カバーの交換これ普通週1回というのがほとんどなんですけどこれ週5日やります、はい、月曜日から金曜まで全部毎回買えます あとはねハウスキーパーさん週6日入りますって言いましたけども入るタイミングでタオル交換もしますこれねマットレスとかここにはないかこれかこういうハンディタオルとかバスタオルとかもう最初からこう用意してくれてるんですけどその交換もハウスキーピング週6日掃除あとはバス、えー、とタオル交換も週6日やります週6日やってくれます。 で理念効果は週5日。もう完璧です、ね、<laughs> 常に常には新しく変えていきますよという感じでもうホテルと一緒だと思ってください、うん、なんでもう任せていただければいいと思うんですよねキーパーさんにねはいあとインターネットの利用料ですねこれですねインターネットの利用料 w i f i 付きですねでケーブルテレビの視聴量も入ってて日本の番組もね確かね10チャンネルぐらいかなそんなにあのたくさんはありませんけど一部。 はい民放放送を視聴できるような、はい、番組もあります。で、あとはね、これね朝食もつくんですよね朝食。はい朝食はねツーベッドルームだったら二人分毎朝ですね、えー、朝食はでもね週なんあ月曜日から金曜日月曜日から金曜日まで朝食この二階だったかな三階だったかな朝食会場がプールの横にありましてね。 フィットネスジムの横にあるんですけども、はい、それもご利用いただきます。それも入ってるんですよね。朝食付きなんですよね。はい、すごいですね。で、ジムとかプールももちろんあるんではい。その利用料も家賃に含まれてます。はい、どうですかね？これぐらいついてはい。それでね。結構安いとはい。だから、このエリアがね。このエリアでいいんです。という方ね。 はい、もうこのエリアで住むっていうことがもう OK な方ですよね。はい、人にスッと通えるっていうはちょっと走りますけどもね大行通りちょっと走りますけど、えー、第一単論ですね単論工業団地の位置とかもちょっとまあ,あの中の道を走っていきますけどでもまあここから行けなくはありません近いと思います。はい、その辺りのり工業団地に通うか もしくはこの町まっ、あ、すぐ南の方に行った先に保安紀無クってあってですね保安紀無クの中に、まあ、あのオペラ劇場とかであるあの近くにコーナーストーンビルディングもしくはサンレッドリバーっていうね、まあ、日系のまあ大手一部上場企業さんが固まっている。 はい、あのオフィスビルがあるんですよ、ねうん、あのジャ在カさんとかジ太ロさんとかねその辺の企業さんがたくさん入っているそこに通勤するんですっていう方単身の方でもここ OK だと思います、はい、もうすぐそこですね、はい、旧市街がその手前にあってですね旧市街で楽しみながら、はい、でコーナーストーンのサンレッドリバーに通うというね そういうう方もここちょうどいいいいんじゃないですかね、はい、いろんな方がまあ想定できるんですが、はい、意外と保安勤務っていうとね何て言うんでしょうね朝食付きでまあまあリーズナブルで安めのアパートって意外となくて皆さんフレーザーとかサマセットとかあの辺から通うんですよね結構まあ家賃は高いわけですよ。はい、単身でも最低2,000ドル2500ドル以上とかねそういう家賃になってくるので。 うん、ちょっとね。やっぱり高いなと。でもここは2000ドル大きく切るので、朝食もついてね。はい、その辺をちょっとこう考えていただければと思います。はい、はい、ここはねあジムですよね。はい、結構広いんですよ。ジムがね。はい、めちゃくちゃ広いです。うん。まあ、あのでも一通りの機材は全部揃ってる感じですよね。こんなサンドバッグまで昔あったかな？ はい、こういうなんか丸いボールとかコグヤスとかね、はい、あのいろんな部位を整える鍛えることのできる、はい、機械がありますね、うん、こ,のこれとあとはこの4台ありますかねランニングマシンが、はいまあ、こんだけありますでもあのここの住民の方は全くお金はかからず無料でこれをどうぞ使ってくださいというようになっています ベンチプレスああこう持ち上げるやつか。すごいですねこんなに充実してるとは思わなかった昔はもうちょっと小さくてねなんかねあのキッズルームみたいな感じのものがあってねふわふわのボールがいっぱいあってそれがめちゃくちゃ広くてでちょこっとなんかねあのフィットネスジムがあったという記憶があるんですけどもうその子供さんのやつが全部なくなってますね。 はい先ほど聞きましたけど日本人の男性の単身の方がね56人いらっしゃるみたいですね全部単身ですはい家族連れではありません単身の方ですねはいはい今ちょっと言い忘れましたジムのね真横にサウナもありますサウナはい結構立派なサウナこれ多分やり変えたんでしょうねはいこのサウナがありますはい結構ね あの本格的なサウナがあって自分でこう温度調整するんでしょうね、はい、でまあ水風呂がないじゃないかなんですけど水風呂はそこのプールになっちゃうんですよねうーんちょっと違うかなという感じはしますけど、はいまあ、こういう動線であのフィットネスジムとサウナっていうのが横のプールとセットでありますよっていうことですね。 はいここにキッズルームが映ってきましたね <laughs> だいぶちっちゃくなりましたけどねはいまあ、でもこういうねエアコンの効いたお子様の遊ぶスペースもありますはいここがプールですねあのキッズルームとかジムとか全部同じフロアにありますはいここがプールですねもうこの外はえー、っとなんでしょうもう筑波の湖なんですよねちょっと今日は天気が悪いですけどはい小さいんですけどこういうプールもあってその先にえー、っと朝食会場があります。 はいここがね朝食会場ちょっとね光ってあの見えないかもしれませんけどビュッフェの朝食会場これはもう朝食だけですランチディナーはここはやっていません、うん、朝だけ、えー、皆様に振る舞いますよということですねはい隣にプールがあるということですねはいここはねちょっとしたコンビニなんですよねコンビニ、うん、炭酸があったりえー、っと、うん、ペリエの炭酸とかね はい、ビールとか置いてますよねそんなに品数が多いことはないですけどもオレンジとか果物、うん、こういったものが食材生卵も置いてますね、はい、日本人がちょっといるんでこういうね焼き卵おにぎりとかこんなのもあったりとか、はい、お酒も置いてます調味料も、ね、置いてます、はい、黒豆茶、はいまあ、ちょっと一通りね取っておきますねこういうのがあると。 まあこの本格的な食材があるかというとそうではないですけどね、はいまあ、ちょっとしたコンビニ買い物ですね薬なんかもあるんですよね薬なんかもあるんですよねおおそうかすごいですねはいはいこんな感じですねはいはいはい、まあ、洗剤とかシャンプーとかボディーソープとか、はい、そんなのもあってあと、まあ、のティッシュとかねこういう雑貨類もね